R-27-27R-27R 空、対空ミサイル R-27 は、ソ連の機械設計局備インペルで開発された、中距離空対空ミサイルである。北、大西洋条約機構の用いた、NATO コードネームでは、AA-10 アラモと呼ばれた。R-23 の代替ミサイルとして、アメリカ合衆国の AIM-7F スパローに、 対抗するために開発された。当初はナス二2 3 m l での実用化が望まれたが、計画は大幅に遅れ、代わりに R-23 の改良型の R-24 が開発された。R-24 は1981年に実用化された。これに続き、R-27 は1980年代、中期に収益を始め、 主にソ連の第四世代戦闘機にあたる MIC-29 や MIC-31、S-27 に装備された。MIC-23MLD などにも搭載されたという情報もあるが、現在では誤報であると考えられている。ソビエト連邦の崩壊後、独立したロシア連邦では、各種組用機に R-27 の運用能力を持たせる。 近代化改修案を提示しており、その結果改修を受けたミック -21、ミック -23、ミック -25 のような戦闘機でも運用が可能となっている。いくつかのバリエーションがあり、R-27R はアメリカの AIM-7M スパローに匹敵する性能を有すると考えられている。エチオピアエリトリア国境紛争において、 両軍の戦闘機による空中戦が発生し、双方が R-27 を発射したが命中しなかったとされる。R-27R 出展 EN ビンプル R-27 出展ミサイルインデックス R-27T 出展ミサイルインデックス出展ミサイルインデックス出展ミサイルインデックス出展 ミサイル、インデックスハット ABCDEFG ミサイル、インデックス R-27。ありがとうございます。